はい、ダジャハオシミミミミです。上海に戻り半年が過ぎました。こちらに戻ってきてから思うことはやはり、物価高とはいえ野菜、光熱費、交通費などなどが日本に比べるととても安いなということです。息子も上海の生活に慣れ、やはり子供は大人よりも環境に慣れるのが早いのかな。とても伸び伸びと育っています。初夏には BCG、カージェミョウのワクチン接種にも行ってまいりました。はい、家の近くのローカル病院へ行ってきました。前から思ってたんですけれども、中国の病院って病院なのに活気がありますよね。空港みたいな感じで、はい、笑い声が聞こえてきます。はい、病院の中にね、BCG 専用のコーナーが設置されていました。はい、中国のワクチンは日本の項目と時期や内容が少し違うようです。私の方が緊張してしまいましたが、息子は一瞬泣いたものの耐えてお利口に受けてくれました。あ、これで安心です。はい、そんな毎日なんですけれども、最初に海人リーザヨクのチタリューベル名誉人力をだごじょんてぃえおじょいだじょりだしょんぽうめいてんどへんよいすビルシオツオディディだしょう。子供がいるので基本バギーで移動しています。駅によっては自分でエレベーターの操作をすることができないので、こうして改札やホームに行く際には呼び出しをして上り下りをしております。これは1号線なんですけれども、ちょっとレアですよね。手動式の箱型のレトロなエレベーターで、何人乗ってるんだろう、 1,2,3,4 人ですね。4人、あと係員の方もいるから5人、5人が限界。はい、係の方がね、呼び出しをするといつもすぐに来てくださるんですけども、なんかね、もう毎回本当ちょっと申し訳なく思っています。はい、到着しました。はい、話はそれますが、これは電車に乗ってお散歩に行った時なんですけれども、あ、洗濯いっぱい。あれ、足のマッサージ、いいな。みんな何をしているんでしょうね。歩いてるだけでも楽しいです。ランチに香港料理を食べました。この平たい麺の、なんだっけ、チャオニオク、何、ガン、なんだろう、ガン。はい、もう読むの諦めて食べ始めましたね。そしてこのエビ蒸し餃子、エビプリプリ皮もちもちで本当に美味しかったです。はい、あとこのニラ餃子、ニラ餃子と、あとフライドチキンとポテト、昼から超高カロリー、でもなんか久しぶりにガッツリ食べてすっごい美味しかったです。この駅の他にも子供ができてから分かったことは、上海の地下鉄乗り換えがそうスムーズにできないなということです。例えば人民広場、私の自宅はですね、実は中心地に行くまでに1時間以上はかかる、いわゆるワイホアンで、この駅はよく通るんですけれども、バギーがね、ある際にはちょっと不便なんです。というのも、1号線から2号線に乗り換えたいときに、こうして一度改札を出て、こうぐる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 、はい、走って走って、はい、ちょうど駅員さんがいたので叫んでます。もう改札の外からホームに降りなきゃいけないので、正直毎回大変です。为什么自己不可以呢？因为这个电梯在外站外的呀。哦。刚刚不在站外嘛？那不可能让人家就是随出随进的呀，对吧？我感觉有一点不太方便。没办法，这个电梯改造不进去。改造不进去。对，改造过了，改造不进去。好，谢谢你，拜拜。上海の地下鉄って1993年にできたんですよね。1993年って言ったら最近ですよね。ということはもう30年の間に18本も地下鉄ができている。マグレブとかを含めたらもう20本以上あるんですよね。いや本当にすごい。
でその時にはエレベーターがないような状態だったんですけども、最近になって体の不自由な方、お年寄り、そして妊婦さんが、乗り換えがとても不便だということをニュースでも取り上げていて、それを地下鉄側としては何としてでもこう改善しようとはしているんですけれども、もう何しろ駅自体がエレベーターを設置するように設計されてないので、もう設置する場所がないというわけで、本当に駅によってはプライベートなバックスペース、社員の方だけが入るような通路にそういうところに入っても、もう奥の奥にエレベーターがあったりします。まだね、上海に旅行をいらっしゃる際にはビザを取得しなきゃいけなかったり、とても不便なこともあって、皆さんがこう自由に行き来できる状態ではないのかなというふうに思うんですけれども、今後上海に旅行にいらっしゃる際には、大きな、ね、荷物を持った際の地下鉄での移動は要注意ですね。今とてもね、上海の地下鉄便利で、主価格にも行けるようになったんですけど、そのうち蘇州にも行けるっていう話なんですけれども、まあ、それぐらいすごく広がっていて便利ではあるんですけれども、例えばちょっと乗り換えをしたい、大きな荷物を持っているので、ちょっとエレベーターを使いたいなって言った時にも、改札を一回出て、そして人を呼んでまたエレベーターに乗らなきゃいけなかったり、でその他にも例えば周ジャンホイ駅とか、あと地下鉄2号線のジャンスル駅みたいに乗り換えをしようとした時に線と線がものすごく遠かったりします。またね、改札を出てから地上に出ようとした時に、例えば地下鉄7号線のチャンシュル駅みたいに、どの出口にもエレベーターが設置されてないので、自力で上がっていくしかないということもあります。はい、この前ねもうバギーもう自力で上がりましたもんね。はい、なのでやはりね、大きな荷物を持った際の移動は地下鉄ではなくタクシーをご利用ください。というわけで、本日は私の、日本だったらあまり体験しないだろうなという、リアルな日常と一緒に上海の地下鉄事情も含めてお話をしてまいりました。またこうした皆さんの出張や旅行に役立つものが、役立ちそうなものがありましたら、ぜひシェアしていきたいと思います。本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。谢谢大家。再见。バイバーイ。